はい、長島哲太です。さあ、前回の前編皆さん見ていただけたでしょうか。まあ、かなりなんていうんですかね、初の試みなので不慣れな部分もあったと思うんですけど、まあ、そういったのも含めて楽しんでいただけてれば嬉しいと思います。で、今回はですね、そのライダー座談会企画男子3弾のライダー座談会企画第3弾後編ということでですね、その前回の続きから放送させていただきたいと思います。まあ、どういう、なんだろうな、編集というかね、まあそういったのはこう見ながらお楽しみいただければなと思うんですけど、まあ面白い企画の発案だとかそういったのもあると思いますし、ライダーの意外な一面も見えるかもしれないですね。ということで、皆さん後編もぜひ見てください。どうぞ。次、ゆうき眠そうだからゆうき行こうか。あ、自分で、じゃあ自分の質問いいですね。はい、どうぞ。はい。小松菜さんからなんですけど、なんか何がきっかけでバイクに乗れるようになったのか、またレースに関わるようになったのか教えてくださいってことなんですけど、自分は、はい、そうですね、もう3歳の頃、お父さん、まあお父さんバイク乗ってなかったんですけど、お父さんがバイク好きで、まあ、ちっちゃい頃、そして千葉北にあるなんか試乗会のポケバイに行かせてもらって、自分が初めて試乗してから、まあ、クリスマスプレゼントでポケバイ買ってもらって、で、少しずつ乗り始めた感じですね。乗り始めた時は。3歳から?3歳ですね。みんな、何歳から？自分も3歳ですね。3歳の人。はい。はい。おお、この3人だけだ。あ、愛も3歳から？はい、3歳です。4人か。カイト何歳から？自分5歳です。5歳か。たつきは5歳です。5歳。あゆむは7歳か8歳です。おお、あゆむが一番遅いんだね、始めたので言うと。ちょっとさ、あのさ、今回今のさ、くにくの質問に足してほしいんだけど、はい、俺がもともとしようと思ってたのが、じゃあ、あのプラスしてね、みんなこれそれぞれさ、戦歴というかの過去を言うと思うんだけど、はい、あのこれみんな、あのもっとチームの人とかさ、みんな俺がチーム運営してるからよくわかるんだけど、やっぱり自分のチーム名とか言ってもらうとすごい嬉しいわけ。だから過去に自分がどういうチームに所属してて、そのミニバイクチームとかさ、ノービスの時に所属してた、その流れをちょっとこう出してくれるとすごい嬉しいわけ。はい、だからその自分が流れてきた、戦歴してきたその過程をちょっとその前のチームのこととかさ、子供の頃のチームを少し言ってくれると、はい、当時、一緒に面倒見てくれてた先輩方々がすごく嬉しいと思うの。だ、例えば俺、アイムなんかはさ、ライダーズサロン横浜って言って、俺、もともとそのやんちゃしてる頃とか世話になってて、アイムのその育ち方をちょっと知ってたりするわけ。はいはいはい。だけど、例えばさ、くにくんとかさ、流星とかさ、まあ、たつきもちょっとしてんねん。ね、ちゃうちゃうって俺はすごい仲良かったオービスのチームだったしさ、だそういうのをちょっとなんちゅうチームに所属してロードレースまで来たよとかいうのをちょっと言ってくれると嬉しいなと思う。はい、じゃあテッタさんから。俺から今だもちろん国君が少し自分の家庭をさ、3歳から乗ってたよっていうからさ、そのあじゃあ国バイクとかさ、はい、どういうチームとどの地域で頑張ってたのかなっていうの俺も知りたいなと思って。でも自分、ミニバイク全然やってなくて、レースもしてなくて、その前になんかミニバイク少しやってから、すぐあの鈴鹿レーシングスクールのあの SRS。SRS なんだ。はい、すごい自分、そうなんです、鈴鹿が結構ホームみたいになってて、その時は。そこから、そうですね、その講師の中条さん、あのセブンシーン。中条さんとか菊池さんとかの時代そう、そこが講師してて、
くれて、で中条さんにその時に、まあ、ロードやるならセブンシーに来ないかみたいな誘われて、うん、でロードに上がる時にそこでなんかセブンシーさんと入りましたね。一応じゃあ後輩になるんだ、俺の。そうです、そうです、哲太くんの。そうだね、セブンシー出身。そうですね。え、地元は埼玉あたり？いや、東京ですね。あ、東京なんだ、国君は。世田谷ですよ、世田谷。お、いいとこ住んでんじゃん。お坊ちゃまか？そうか。じゃあ次は、年の順的に流星かな。流星か。うん、はい。まあ自分はポケバイから始めて、で、自分もユキと同じか、あんまミニバイクをやってなくて、うん、そうですね、自分はロードに上がったのがシャンティさんっていうチームで、で、うん、そこから GP3 に乗り始めて、で、次に、アウトランっていう、チームに行って、で、そこからセルさんに行って、今に至ってますね。そうか、でも流星って全日本であんまり、その乗ってる姿は見たことないから、俺全日本にずっといるけど、確かに、はい、なんか変わったルートでこう世界まで行ったね。そうですね。ね。はい。確かに多分そこも自分と一緒ですよね。うんうん、うん。エルルさんのサポートで、まあ、海外に出れたっていう、ちょっと特殊なルートですかね。え、地方戦時代はあるじゃんね。2年前ぐらいは地方戦だったもんね、確か。そうですね。3年ぐらい。そうですね。5年前か。もっと前だよね。そうですね。そうか。はい。地方戦時代あれですよ。勇気と流星でずっとバトってましたよ。バトってた。この2人。懐かしいですね。そっか。で、次が、愛か。鳥羽くん？はい。ん？愛じゃないかな。愛か、愛か。自分ですか。うん。はい。はい。まあ、自分、そうですね、ずっと本当、家、本当、お父さんとやってきただけな、お父さん、お母さんとやってきただけなので、うん、本当、初めに一番最初のチームっていうのが、多分、うん、あの CV のチームになるんじゃないかなと思います。ああ、そうなんだ。はい、ずっと家族でやって、タレントカップ、ルーキーズカップって、まあ、カップレースに出て、で、チームとしては本当 CV が初めてかな。すごいな。だからまだホンダチームアジアで人生でのチームは2つ目です、ね。面白いです、それは。すごいな、それも。面白い。まあでも、大元にいるのは青山さんと富士さんだから、ね、そうね。そんな変わんないですね。まあ、そんなチームっていうあれではないんですけど、桶川塾ってまあ、うん、いっぱい GP ライダーが出てるところ、うんうんうん、まあ、お父さんがこう関わってたんで、そこの流れではありましたけど。所属までしてないけど、そこが仲間みたいなね。そうですね。はい、あれだ、尊敬する大久保光と一緒の。直属の後輩です。直属の後輩だ。カイトは？自分は、まあ、全日本時代は、テック2っていうチームにオレンジの。そうだよね、そうだよね。そうです、そうです。全日本で見たことあるもん。菊池さんと一緒にチームメイトでしたよ。うんうんうん、うん。ああ、そっか。そうなんですよ。で、まあ、いろいろ教えてもらって。で、まあ、その次はまあ、ジュニアタレントチームですかね。今のホンダチームアジアの下のセブのチームですかね。あれげなく今、アンダーボーン飛ばさなかった。あ、アンダーボーンがそうです。2012年なんで、その前ですね。ねえ。アジア選手権？アジア選手権、アンダーボーンに1年だけ、UG レーシングで走ってたんですよ。実はアンダーボーンだったよね。実は、2012年に、実は。知らない人めっちゃいるんじゃない？多分みんな知らないと思 う、 みんな知らないよね、うん、知らなかった光さんがドリームカップで走ってましたね、その時。あー、先輩だね。小野ひろきとかもいた時代だよね。そうです、そうです。はいはいはい、はい、12年え走ってました。
え、何？いや、愛悪いなと思って。愛悪いなと思って。そっかそっか。ごめん、歩飛ばしちゃった。歩の方が年下だったね。あ、そうだったね。ね、最初は BCR って言って、みないさんっていう人が、うん、こう、なんかちっちゃいポケバイの、なんかこう、チームを持っていて、オレンジ色だったんですけど、なんかそこを最初所属したのは誰だろう？今で言う、なんだっけ、去年、タレントカップランキング2位になった松山？ん？松？うん。なん、いや、松山くん。松山くん。うん、そう。松山くんとかが、俺の後に入ってたチームで、本当にポケバイだけのチームに最初入ってて、まあ、それはお父さんがレースやってた頃の知り合いで、こう最初始めるときにそこでポケバイを教えてもらってて、で、その次にミニバイク行くときにライダースタール横浜っていう、まあ、元で日本チーム、うん、そうそう、まあでもね、こうやってみんながさ、昔のチームの名前出してくれて本当嬉しいと思うよ、関係者がみんな見てるから、ね、じゃあ、たつきかな、いや、え、質問ですか？いやいや、そのチ、まあ、チームの経緯というか、まあ、俺多分、たつきのやつ全部説明できるけどね。あ、もうポケバイからミニバイク、ポケバイからミニバイク、ロードまで全部ちゃうちゃいました。ね。ちゃう、ちゃうが、え、いつもちゃうちゃう上がり。自分もちゃうちゃうですね。これみんなさ、知らない人いると思うんだけど、ちゃうちゃうっていうのは、ミニバイクもポケバイはやってないんだっけ、ちゃうちゃう。いや、もともと、やってたんだっけ、もともとミニバイクのチャンバー屋さんだったんですけど、一応ポケバイにも来てもらいました、ね。てつくんからかな、てつくんからですよね、確か。ちゃうちゃうがポケバイやりだしたのって。もともと、翔也がミニバイク上がるときに、ちゃうちゃうに入って、で、まあ、自分と翔也は本当にその頃から結構一緒だったので、まあ、ちゃうちゃうの社長を紹介していただいて、で、そしたらちゃうちゃうの社長がポケバイにも興味を持ち始めて、まあ、ちゃん、ポケバイのチャンバー作りをそこから始めたって感じですかね。ちゃうちゃうっていうのもさ、本当出身者が多くてさ、割と伝説の人も多くてさ、我々1990年代もロードレースのチームがあったのよ、ちゃうちゃうってグループが。はい。ほんとそこにも速い人がいっぱい、変わり者がいっぱいいてさ、いいチームだったなぁと思って、ちゃうちゃう。いや、多分変わり者は多いんじゃないですか、ちゃうちゃう出身者は。むちゃ多いよ。そう思います。変わり者じゃないとやっていけないんですよ、あそこは。そうだよね、そうだよね。だって、ちょっと変わってないと。だって、俺、多分、たつきもそうだと思うけど、ミニバイク時代にダンロップタイヤ使ってんの、1人か2人しかいなかったですもん。ちゃうちゃうの教えで、タイヤダンロップじゃなきゃダメだって言われて、ずっとダンロップタイヤでしたけど。そうなんです。なんで、ちゃうちゃうで、で、地方戦を、つくば、茂木、菅生でやって、うん、で、選手権です。うん、で、菅生の地方戦は俺、鳥羽くんと走ったことあるんですよ。マジですか？一回だけ。すごい。覚えてないです。何で覚えてねえんだよ。トマくんが、確かトマくんが勝ったんですよ。え、しかも勝ったの？雨の日で。それ多分兄ちゃんじゃないですか？俺でした？何年？俺が何年ですか？ 14？ かな。14かな。2014年、じゃあ俺かも。俺ですね、それ。ね、全日本出てたよね。はい、出てました、14年。だから国際 A 級のクラスと地方戦のクラスで分かれて、はあ、でも一緒に走って、はあ、で、国際クラスは勝ってた。覚えてないです。いや、でもさ、すごいよね。本当、この今のさ、元3メンバーってさ、全日本を経験しないで、そのままもう海外にジャンプアップしちゃってる子がさ、何人もいるじゃん。全日本経験してない人。あーゆむ。あ、そっか。え、海外、鳥羽くんはちょっとやったよね。俺だけ2年間やりましたよ、全日本。ね、そう、名前はすごい覚えてる。流星もスポットで出ただけだもんね。そうですね、1戦か2戦出ましたね。流星出たっけ、全日本。はい、1回か2回出ましたね。あ、ほんと。
はい。しょっぽい走りしてたな、あの時な。触れてほしくなかったんですけど、ね。そういうことだな。俺も記憶にないってことだ。あれだな。いまいち、いまいちのとこだったってことだな、ずっと。もう本当、歩夢とか、そうか、たつきなんか全く出てないもんね。行ったことを、見に行ったことしかないですからね。そっか。見に行ったこともないレベルか。都合とか走ったことない。マジで俺、鈴が走ったことないもん。マジか。鈴鹿走ったことないってすごいっす。鈴鹿はほら、100のグランドチャンピオンシップで走ったけど、ーレースは出たことないし、練習も走ったことないし、都合なんか、モテギとつくばだけです。鈴鹿八体なんてみんなさ、世界目指してるから興味ないかもしれないけどさ、鈴鹿知らないとか言われるとなんか誘いにくくなっちゃうな、余計。確かに。でもさっき質問欄のところで8体、元3ライダーで8体のチーム組むなら、なんか誰がいいみたいなのがあったんで、なんかそれ面白いなと思って、そっちにじゃあ行こっか。基本的に、まあみんな案が違うと思うんですよ、元3ライダー多分。みんな誰と組みたいかは、ああこれか、将来のために元3クラスのライダー3名で練習がてら参加。じゃあさ、この日本人6人6人で縛って、ちょっとみんなちょっと3人考えてみて、で考え誰と誰と組んでもなんかゴールできるイメージがわからないんですけど、まあでもこう練習がてら組むならっていうので、ちょっと3人をリスト、自分含めてだから2人か、3人と3人選びましょう。あのリザーブ入れて、リザーブも入れ、連投した時のリザーブ入れて、監督はもう加賀山さんってことで加賀山さんで、さちょっとマジでタイムリーな話でさ、はい、俺8体でいろんな企画しててさ、あのレジェンド呼んだり、でその次はさ、元2ライダーをいっぱい呼んで、割と元2ライダーが8時間大会にみんな出るようになったの。すごい即戦力だし、ね、みんな早いし、そう。で、それが他のメーカーのチームもみんな呼ぶようになったとか、なんか面白くねえなと思って、もう一個次新しいことだなと思って、元3ライダーはやらそうかなと思って、8体で。いや、でもなんかすごい乗れちゃいそうだよな。難しそうだな、めっちゃ。いやでも世界選手権の元3ライダーは俺多分乗れると思う。確かに俺もそんな気がする。技量がまあもうまあまあ本当みんな元3の子たち高いからギリ乗れると思う。確かにしっかりテストそんな新しいこう流行りを鈴鹿八体で作ったのかななんて。じゃあちょっとこの質問には加賀山さんもこうチーム加賀山目線としてこう8体で起用するなら誰かっていうのを3名ちょっと選んでもらいます。じゃあちょっとみんな、から言ってもらおう。ちょっとみんな浮かんだ？みんな浮かんだ？浮かんだ。浮かんだ。全員浮かんだ？ 8 体でしょ？そうだね。じゃあ、たつきから行こっか。たっちゃんから。マジっすか？はい。だってまず一番多分思うのは、俺が多分絶対転ぶんで、ね、出たな。そうだなぁ。だってなんかみんな転ぶイメージしかないんですもん。歩むぐらいかな、そんな転ばないの。あそっか。歩む。じゃあ歩むと、うん、歩むと、フニー君もあんま転んでるイメージないもんね。うん、ブルノのイメージが強かったけど。ああ、そうですね。うん、歩む勇気、国君リザーブで、あ、でも俺が入るのは、あ、そっか、俺が走んなきゃいけないのか。そう、リザーブはリザーブ、アイ君。おー、なるほど、結構転ばない前提のチョイスなんだ。転ばない前提で、転ばない前提、完走目的。それはそうでしょう。そうだよね。じゃあ次は年齢順、カイトか、年齢上順でいくと、まあじゃあ愛と、うん、たつきさんと、うん、歩むかな。なんで？まあ大体まあ転ばなければ、うん、いいとこ行けそうですし、背丈がめっちゃ笑ってない？愛？笑ってる。
背丈が、まあ勇気がちょっとでかすぎるんですよ。あーそっか、あーそこ、まあ、そういうの考えて、まあ流星はちょっとなんかバカやらかしそうでやめた。まだ流星はまだ死んだことがないんだ。流星はイメージがね。そっかそっか、うん、じゃあ次は歩むか。そう、俺はまあ愛は確実に入れるっていうのは、うん、転ぶ確率は分からないけど、でもまあアベレージペースがいい。たつきくんも結構そのアベレージもいいし、うん、まあまあパッと乗って速そうな、たつきくんの方が転ぶリスクはあるかもしれないけど、パッと乗って予選とかは速いなって絶対思う。あー確かに、ね、とりあえずたつきくんも入れたいかなっていう、うん、でなんか同世代でカイトも入れたいんだけど、カイトはリザーブにしとこうかなみたいな。転ぶかもしれない。今のところ転倒だからね。そう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 、転倒だから、うん、でカイトがダメなんなら、うん、ああ勇気かな、まあ流星と勇気は変わんないか。でも流星はバカやらかしそうだから。そっかよ、まあちょっと難しいけど、まあでもまあそんな感じ。愛、たつき、リザーブで勇気。なるほど。愛は？そうですね、自分はたつきさんと、うん、カイトとリザーブに勇気ですね、うん、おー、なんで？たつきさんはまあ勝手なイメージで、うん、まあ大きいのが乗れそうなのと、うん、あとは、まあ、カイトは本賭けですね。早いか遅いか転ぶか、もうなんか走らせてみないと分かんないですけど、もう賭けで早いことを信じてカイトで、でまあ勇気はまあまあ大きいのも多分全然乗れるんじゃないかなっていう。うーん、乗り方的にね。はい。なるほど、面白いなそれは。ちょっと鮮明の感じで。攻めてるね。勝つか転ぶかみたいな。面白い面白い。じゃあ次、流星か。自分は勇気と、うん、愛とたつきさんですかね。うん、うん、たつきがリザーブってこと？あ、難しいな。でもなんかまあ自分は、ユウキとはあのずっとポケバレの頃から一緒に戦ってきてんで、うん、なんか逆に一緒にチームになってやるのも面白いかなっていうのも あるので、まあユウキくんもありますし、まあ愛は、まあ、多分大きいバイクでも乗れそうだから、うん、見たいなと思いますし、また月さんも大きいバイク乗れそうだし、やっぱ一発も速いので、まあそういうところで組みたいなと思いますね、うん。なるほどね。確かにさ、本当に仲いいやつとあの出るって本当に楽しいんだよね。確かに楽しそうだね。スピード以上、成績以上に本当に仲良かった。それが一緒にこう育ってきたやつと一緒に出ると、なんかすごく青春を味わえますよ。いや、これさ、昔話なんだけど、これもね。やっぱファクトリーチームで出たりするとさ、ライバルより早く走んなくちゃいけないし、チームメイトが一番のライバルなわけじゃん。でそれがまた嫌いなやつと組んだり、まあ、俺だけの話じゃないんだけど、周りの話だけど、はい、嫌いなやつと組んだりするとさ、絶対に許せないんだよね、自分より早く走られたり。いいコンディション、いいタイヤ条件でそのセッションを進められたりするのが。だから成績を出す以上に、相手にいい条件でどうして渡さないかっていうのが、割と実はね、裏方であったよ。いやまあそれは多分結構あるあるじゃないですか。俺もそれこそ2013年になっちゃいますけど、全日本の GP2 走ってた時、まあ相方の ST600 でしたけど、まあ一応なんですかね、同じピットにいるんですよ。でちょっと小原さんもあれはちょっと悪かったなって思うんですけど、あのいつの間にか席が大体こう背中合わせなんですけど、真ん中で背中合わせなんですけど、あのいつの間にか真ん中にパーティションが置かれるようになったんですよね。いや本当にあったあった。例えばさ、8体の場合同じバイク乗るじゃん。はいはいはい。ポジションとかも違うじゃん。
メカニックにさ、こっそり言ってさ、ちょっとずつ自分のポジションに広げていったりさ、ちょっとずつ勝手にこう、狭めていったり、自分の乗りやすいようにしちゃったりとかさ、そういうなんか、姑息なことをみんなね、昔はみんなよくやってた。それ多分あれだね、カイトをやりそうだね。俺絶対やりますそれ。ここら辺ちょっと抜け目なくやりそうだね。ただこれがさ、本当に仲いい、本当に和気あいあいのメンバーってやると、それがさ、譲り合えるからさ、今度助け合えるわけよ。いや、多分この元スリーライダー誰も譲らないと思いますよ、そこマジで。てか、みんなチューメイトとの関係どうですか？うん、なるほどね。あ、ちょっと待って、その前に勇気だけ最後言っちゃおうか。うん、は多分ですね、まあ、愛とたつきさんで、リザーブが歩むにしよう。すごい遠慮がちに言うね。リザーブありがとうございます。カイト怒ってるよ。カイト怒っちゃったよ。なんで俺じゃないの？なんで俺じゃないの？まあ、ヘレスで切れてたからな。カイトにぶち切れてたから何それ、なんかこいつ俺にヘレスで、うん、遅いくせに前走んねって言ってました。ここはあのカットでお願いします。カットで。じゃあ、あの、ユウキが、ユウキのアタックラップにカイトが出てきちゃったんですよ。で、どうやらこうユウキは邪魔されたみたいで、なかなかユウキ感情を持って出さないんですけど、帰ってきたトラックの中で、あいつさーって言ってました。あいつさーとか言っていきなり大声で言い出して。一応先輩だぞとか思いながら。めちゃくちゃバチバチだね。面白いですね。面白いね。へぇ、そっかそっか、いいね。じゃあ、さっきの。ケツ君はあのマルティンとどうなんですか？俺、マルティンとはまあ、普通かな。俺の場合ね、多分、結構年齢が離れてるから、結構、なんだろうな、距離があるかな。仲いいけど、距離があるし、なんか俺の場合は、マルティンのための俺みたいな感じ。立ち位置的に。こうだから俺が試したくないけど、ちょっとこれ鉄に試させておいてみたいな感じですか？そうだね、基本パーツテストは俺がするかな。スイングアームとか、カレックスって結構トップチームにはパーツが回ってくるんだよ。あの、優先的にテストパーツが回ってくるから、そのテストパーツでも1個しか来ないのね。そのテストは基本俺がやって、いい悪い判断してマルティンが試す感じかな。なるほど。で、データとかも、やっぱし俺のが元2の歴だけで言ったら長いし、まあ、そういうのもカタールとかは特に俺のが安定はあったから、基本的に全部向こうに持ってかれてたかな。うん、そんな感じだから、俺はどっちかっていうと、本当、マルティのためにいる感じ。だから、あんまし、こう、向こうもそんな嫌な素振りは見せないしね。まあ、経験上でな、そんなわだかまりはない。ものの評価は間違いなく、鉄が今はやった方が正しいかなと思ってるわな。そんな感じですかね。まあ、特に去年、マルティン、カレックスでしたからね。比較もできないし、そんなに。って感じかな。逆に、さっきのたつきじゃないけど、みんなチームメイトの関係、まあ、まずこのチームメイト同士、愛と勇気。でも、勇気は。ユウキは誰とでも仲いいんで、普通に仲良くやってますけど。うーん。あの、プラクティスなんかでも引っ張り合ったりして。そうだよ、ね。2019年にはなかなかできなかったことを言われてます。え、ちょっと待って。え、なんか違う？なんか違うかい？いや、それはね、それはね、ちょっと待って、俺言いたい。あの、それ突っ込んで聞いてもいいとこ、いいやつ、大丈夫。まあ、いいか、聞こう。じゃあまず愛から言い分を聞こうか。2019年なんでそれができなかったんですか？いや、まあ、カタールのテストでカイトは、まあ、勝ったじゃないですか。あ、で、あの、開幕戦ね。はい、テストから好調だったんですよ、うん、めちゃくちゃ。はい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 、で、青山さんがレースシミュレーションを2人でやってこいって言って、はいはいはい、こう2人一緒に出したんですけど、はい、カイトが
キルスイッチポチって押して、あ、止まっちゃったみたいな。違う違う違う。それやって。こいつとか思って、いやいや、あれ俺見たよ。もう手がスッとキルスイッチの方に行ったもう俺、もう絶対、絶対疲れたくなくて切ったんだなって思ったもん。それはピットアウトするときにってこと？そうですよ。ピットレーンでポチッと押して、あ、止まっちゃったみたいなやってるんですよ。でもう二度とないなと思って。愛はそのまま一人で走らされたと。なんだこいつと思いながら走った。どうですか、鳥羽さん。いや、ちょっと自分の言い分は違いますね。違います。なんでしょう。いや、自分は全然良かったんですけど、うん、まあ、ちょっと隣にいた方がよあんまりいい思いしなくて、それが。え、どういうこと？チームメッカーってこと？うん、そうだね。え、で、キルスイッチ押したの？いや、俺押してないですよ、絶対。嘘つけよ。押したって。まあこの辺にしとこう。大丈夫？白黒破棄させなくて大丈夫？金なカバーどうやってエンジン止まるんだよ。多分ね、エンストしたんだと思う。超面白いこれ。そういうことにしとこうぜ。そうですね。エンストだったっていうことで。勇気は偉い。まあでも自分も助けられてもらってるので全然プラマイゼロですね。いやむしろプラスだろ、勇気は。プラマイゼロじゃねえよ。プラスだ。何キロプラスだろ。あれ、歩の去年のパートナーってあれだっけ、割と年上じゃなかった？はい、マクティです。最年長だよね、確か。元スリーかなんかのね、はい。割といいお兄ちゃんなの、はい、いい先輩になったの。まあ、普通、なんていうの、走ってない時とかは、すげえ、こう、優しくしてくれるんですけど、もう、なんかこう、スコットランドから来たからか、こう、めっちゃ、もうなんか、自分の、なんか思い通りにいかなかったら、すげえ、なんか、もう、プンプン、プンプンしてんだ。っていうか。そう、プンプンしてるんですよ。テストとかも、あの、マクフィーが、うんうん、あの、KTM からホンダに来たので、もちろんテストとかも俺が早くて、うん、俺の方が、最初2人だけでマレーシアでテスト行ってたので、他のライダーがいなくて、でも3日間ずっとなんかこう、1秒とか 1.5 秒とか早いと、やっぱり、まあ、KTM から来たからもちろん、当たり前なんだけど、もうすっげー怒ってるんですよ。で、ある日、トップ、自分が俺より前に出てると、もうすんげーニコニコしてるんですよ。まあ、それが普通なのかもしれないけど、もうあからさまというか、はい、なかなかこう、うまく、こう、なんか、噛み合わせられなかったというか、まあ、なかなかうまく仲良くできなくて。マクフィーも最初の予選、すごい苦しんで、ルマンでいきなり勝ったんです。ね、中盤以降、速くなったよね、確かね。そう。で、最初の3戦はポイント取ってなくて、同じぐらい、うん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 。俺よりも後ろだったので、まあ、うん、そこの時はもう本当になんかすっげえ怒ってバチバチでした。まあ、ちょいちょいって俺はなんかなんで怒ってんだろうみたいな感じだったけど、その後はまあそんなに悪くはないです。でも、今でも普通に連絡たまに取り合うぐらいの仲なので、仲はいいんですけど、そう、だから、スペインで住んでる時とか一緒に自転車トレーニング行ったりするぐらい仲はいいんですけど、レースウィークになると結構おじさんの本気モードが入ってみたいな。へぇ、流星なんかあれでしょ、もうめちゃめちゃ若い状態で入ってるから、すべてのライダーとメカニックに可愛がれる存在なんじゃないの。まあ自分め、チームメイトとは結構比較的一緒に行動してて、で、まあ自分のチーム結構早くにホテル帰るので、で、チームメイトが結構お父さんと一緒に行動してて、それに大体乗っけてってもらう感じで、まあチームメイトとは、まあ深すぎず、まあ仲いいですね。去年でもいじめられてたじゃん。去年だっけ去年あのワイルドカード出てた時に。ああ、いじめられてたじゃん。いじめられましたね、アロンソとセレジオに。後ろつかしてもらえなかったもんね。そうですね。ワイルドカードなのに。バイバイって逃げられました。ねえ。はい。
カイトみたいな感じだよね。あ、そうですたつきは、たつき、たつきなんかさ、本当に順位がさ、本当に似たようなとこ走るじゃん。お互いにもう優勝争いじゃん。最初の年一緒になったのが、一緒、2017年から一緒なんですけど、もう3年か、18年から一緒なんですけど、最初の年は本当になんかもう、もともとチーム一緒になる前から、仲悪かった。いろいろあり、仲悪く、練習中にぶつけられたりだとか、俺がぶつけたりだとかしてたんで、仲悪かったんですよ、本当に。で、そんな状態からチームメイトになると、やっぱりどうしても、それ以上になるわけじゃないですか。毎回ピット同じで一緒に移動して、同じとこで着替えてとか、もう最初の年は嫌で嫌でしょうがなくて。で、一番頭に来たのが、あいつ予選とかレース前にペットボトルにおしっこするんですよ。あー、レミーと一緒だ。マクピーと全く一緒だ。レミーもそうだった。で、俺、最初は、まあ、俺も気使って、まあ、そうなんです。最初気使って、いや、トイレ近いよねとか言うじゃないですか。でも俺が着替えてる時に、ちょっとこう、トラックの後ろの角に行ってトイレ、ペットボトルにするんで、もうちょっとは我慢できないと。で、どこだったんや、まあ、レース終わった後とかに、捨てないんですよ、彼の場合は。で置いてあるんで、俺が着替える前に置いてあるんですよ。で、着替えが面と向かって着替えてるんで。で、もう頭に来て、アンドネリのバッグ開けて、その中に入れといて、そのまんま、ペットちゃんと閉めて。で、帰りだったんで、レース終わった後、空港行くじゃないですか。案の定、検査に引っかかって。おしっこ入れのペットボトルが出てくるんだ。おしっこ入れのペットボトル出して。まあ、そんなこんなです。でも、まあ、でも今はもう、そんなに。でも、そんなっていうか、まあ、やっぱり、結果出そうと思うと、どうしてもこう、今、特に戻すとかだと、後を追って、スリップ使ったりとかしてる時間ももったいないじゃないですか。だったら、こう、コースが空いてるときにチームメイトと一緒に出て、一周ずつ引っ張り合って、タイム出した方がいいっていうのも、まあ、効率的でもいいんで、まあ、その辺の、こう、なんでしょう。目標は一緒なんで、まあ、だからレースまでは一緒に、まあ、チームとして、仕事して、でもレース、スタートしたらもう、別に。なるほどね。まあ、本当さ、争うとこもさ、この1、2年ずっと近いじゃん。本当、どっちもトップ争いでさ。はい。そうね、ピリピリするとこもあるんだろうな、とか思ってたけど。さすがにヘイスのワンツーの時の俺が2位だったのは、まあ、喜べなかったですね。へぇー。そりゃそうさ、そりゃそうさ。喜べないですね。いくら初勝者だとはいえ。ごめん、話しついちゃうんだけど、そのペットボトルおしっこ事件でさ。もう時効だから言っていいと思うんだけど、ジョン・ホプキンスという、もう俺、MotoGP 出てる時かな、ワイルドカード出てた時、はい、ジョン・ホプキンスと一緒に出てて、はい、やつは、やつもペットボトルにするの。で、こう、並べとくんだよね、着替えるトラックの中に。はいはい、で、あいつが飲んでる、何エナジードリンクじゃねえや、そのスポーツドリンク。これも黄色いの、あいつ。で、マネージャーが持ってくる 水のやつに混ぜて、黄色いペットボトルだね。はいはい、黄色いドリンクなの。はい、やつは何て思ったか、たまに同じとこに置いちゃったんだね。いきなり開けて、キュッて飲んだのが、おしっこを本気であいつ飲みました。うわーうわーうわーあぶーってさ、吐くんだけど、はい、それやめてよって、こっちが俺らも一緒に目の前に吐かないでってこと。確かに口の中で我慢してってこっち思うよね。いやでもそういうのすごいな。いやでも良かったです。なんか話の流れ的に加賀山さんがそれをやったのかと思ってたんで、ちょっとヒヤヒヤしてたんですよ。俺じゃん。誰がやったかや、なかなか怒られちゃう人だからさ、ジョンに怒られちゃうと、ピーって入れといても。そうですね、ピーって。加賀山さんの話、ピーしか入んないですよ。そんなこともあったなと。だからみんなね、これから
人気が出てさ、あのトイレに行く時間も稼げない時とか絶対出てくるから、元2元3になってさ、元 GP なんかなっちゃった日には、だからペットボトルですることがきっとなると思うから、その時は必ず、黄色いスポーツドリンクはやめましょうと。はい、分かりました。間違えて飲まないように。はい。すごいアドバイスだったな、今の。カイトは？自分は、まあ、そんなに仲良くはないけど、悪、まあ、あんま好きじゃないかな、はっきり言ったら。いや、でもね、これね、あの、俺もね、すごいね、納得できる。わかりますよね。そう。すごいなんか。一番仲いいもんね。だって。あのね、歩むね、歩むと、一番仲いいよね。フェルナンデスは殴り合いの喧嘩したんですよ、一回。俺、勝ったよね、あれは。勝ったよね。勝ったよね。まあまあ。まあ、いや、もうね、ひどいんだよね。一方的だったよね、まあ。あれは一方的だったよね、でも。そうだね。まあ、フェルナンデスはちょっとひどいな。そう。ひどいカタールの時とかさ。ガキ。オフィス一緒なのよ、元2も元3も。そうですね。着替えるところが、うん、で、はいはい、もう俺が到着した時にはもうあいつが一番いい場所取ってたもんね。全部全部そうだよね。全部自分勝手。そうで、一番腹立ったのがかつく、あのカタールの予選で、うん、本当なら俺が行った後に引っ張る予定だったんです、あいつが俺を。うん。それをまんまと全部使われてしまって。引っ張ってもらえず？もう毎回なんですよ、それ。そういうのもあって。確かに。あれはちょっときついな。俺もあれ、チームメイトだったらちょっときついもんな。俺もきついな。多分ね、また殴り合いの喧嘩する。うん、はい。デッツは去年、去年ね、割と似たようなとこ行ったり来たり行ったりお互いにしてたじゃん。どっちかが調子来て、はいはいはい、どっちかがこういつもさ、そうですね。してたんで、あれもレミとどうなったのかな。そうですね、前半戦はレミの方が全然調子良かったんですよ。結構、カタールから調子良くて、ずっと良かったんですけど、まあ、OG あるあるなのかわかんないですけど、うん、まあ、結構結果がいいとすごい天狗になりだすんですよね。で、全然こうトレーニング、あいつトレーニングとか全くしないんですよね、多分。あんまししてなくて。で、自分のがこう、後半あたりから良くなってくると、まあ、中は普通なんですけど、あんましこう話をしてもらえなくなって、ピットの中で聞く回数がめちゃくちゃ多くなります。多分一つの。ですか。うん、俺も一緒だったんで、中学だったじゃないですか。うん、ああ、そうだよね。わかります。わかるでしょ？わかるでしょ？なんか。しかもなんか、特にあったの、予選で誰かに邪魔されると、ああ、そう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 。もうグローブ投げつける、ピッツボード殴るみたいな。そう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 。で、本当に一つのウィークに100回以上聞くときあるからさ。もう口癖なんだね、それがね。そうそうそう。もうメカニックたちで、ある意味なんか、すごい感情を全部ストレートに出しちゃうから分かりやすいし、だからこそ自分が前にいると余計に向こうも焦って逆に悪循環に入ってくれてたんで、後半はすごいやりやすかったですかね。なるね。はい。まあ、じゃあみんなパートナーとはいろいろあるんだね。ああ、でもレミーも引っ張ってくれなかったですかね。序盤やっぱし元2ライダーも結構チームオーダーでこうみんな一緒に走れってなるんですけど、こうピットアウトしたときに、元2のタイヤって結構一周目当たり外れが多いんですよ。すごい滑るときもあれば、全然滑らないときもあって、すごい微妙な線なんですけど、こう、いきなし飛ばし始めたり、いきなしわざと遅く走ったりとかがすごかったです。もういかもう後ろつかせない。ちょっとでも離れたらもうバンって逃げるし、ついてっていくとやめちゃうし、みたいな。そういうのは多かったかな。つかしてはくれないです、基本。かな。じゃあ、ちょっと次の質問いきますか。はい。じゃあ、次は質問誰が行こうか。
まあ、カイトとアイがかぶって、アユムが。俺かな？俺ですかね？流星か。はい。じゃあちょっと、SY さん。SY さん。必ず日本から持っていくもの、食べ物などあれば教えてくださいっていうの質問なんですけど、はい。自分は梅干しが好きなんですよ。いいね、俺も大好き。だから、はい、カリカリ梅とか、男梅とかを持ってってましたね。お菓子系だ。で、まあ、そうですね。で、タレントカップとか、アイムとかと1年同じだったんですけど、うん。そういう梅のお菓子を歩にたくさん取られてましたね。梅流星の梅のお菓子の数が半端なくて、勇気も結構持ってってたよね、勇気。でも自分はあの梅ってよりお菓子でしたね、グミとかいろいろ。わかるわかる。そうですね。ちなみに今みんな5人ともさ、海外でシーズン中は生活してる感じ？自炊とかしてるタイプみんな。はい。はい。すげえなぁ。はい、歩む外か。違う、外じゃないよ。あ、外じゃないよ。家か。そうね、みんな何を持ってったかね。ほんと、俺もね、あのヨーロッパ生活が良かったせいだけどさ、本当帰ってくるたんび、あの、キューピーだったかな、あの、パスタのいろんな味のソースあるじゃん。はいはい。はいはいはい。粉ソースみたいな。はい、その和風のなんか納豆味とか、うーん、とたらこ味とか、向こうでなかなか作れないからさ、はいはいはい、ヨーロッパ行くと。あの割とあのパスタの納豆味とたらこ味を本当箱買いして、ヨーロッパ帰ってたな。いや、それは俺もそうでしたね、パスタ。パスタのパスタソース。納豆ソース、すごい食いた。今食いたくなってきてた。愛はなんか、まあまあでも本当日本でよく使う調味料系、まあ醤油だとか、うん、かる、まあだし系ですかね、もう要は持っていって、まあ食材はちょっと違ってもある程度日本っぽくはなる。まあね、確かに。はい、そんな感じですかね。たつきはだって逆に日本に帰らないもんね。そうですね、1年だって2、3週間じゃないですか。トータルで帰るのって。恋しくなったりしないの？日本のものが。いや、でも慣れですね、本当に。最初の頃はなんかこう、なんか日本食食べたいなとか、あったんですけど、もうなんかここまで来ると別に。慣れちゃったね。米も炊かない？たつきも。ご飯、あ、もうでもたまに寿司食べますよ。まあ、寿司って言ってもあのブラジリアンロールみたいな感じなん、あ、日本じゃ寿司って言わないやつですけど、はい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 、ブラジリアンじゃなくてカリフォルニアロールじゃない？いや、こっちはブラジリアンなんですよ。カリフォルニアロールは、なんか 裏巻きみたいな感じじゃないですか。中に海苔が入って外にご飯みたいな、うん、じゃなくてなんかもうもっとこってこってした、エビフライになんかマヨネーズとかいっぱいという感じ。はい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 。そんなに今の時代さ、あのヨーロッパでも割と日本食ショップとか増えてきたでしょ、街行くと。だから、うん、ありますね。ね、困ったら買いに行けるっていうパターンが割とあったよね。そうですね、スペインだってカイトと住んでた時は結構しょっちゅう行ってたよね。そうですね。一緒に、とりあえず行こう。日本食、食材店ですね。うん、あるよね。俺らの時まだあんまりなくてさ、本当持っていくことが大事だったかな。あれじゃないですか、あの、炊飯器。炊飯器ぐらいは。炊飯器買ったね。めちゃめちゃ大事。買った買った。一緒に買いに行ったよね。大事ですよね。ね。でも日本の炊飯器持っていかないと、大変なことになりました。大変だった、あれは。アイムは何かある？いや、最初、タレントカップとか行ってるときは、もうめっちゃ持っててましたもん。いるもの、いらないもの、うん、パスタとか、まあそ、タレントカップのときとかは、もうカップラーメンみたいなのとかも持ってってたし、こうアジア系が多かったから、食べれないものが多くて、はい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 。もう
インドネシア行った時なんてもうお腹壊しちゃったりしてもう本当に何も食べれなかったので、もうとにかく持ってって、まあ、体に悪くてもそういうものを食べるのが一番安心だったから持ってたけど、世界選手権行ってからはもう何て言うんだろう、バルセロナにもあのさっき言ってたようにお店がたくさんあるし、本当にちゃんとした日本食食べたかったら、あのいつも行く、この間も勇気と言ってなんかウリボーとかなんかこういろいろ日本食屋さんのとかレストランがあるから、あんまり今はこういるときはいるときでなんとかできちゃうから、そんなに持ってこうとして持ってってるものはないかなっていう。まあそうだ。てか俺よく考えたらこの6人のうちの3人と共同生活したことあるんだなって思った。カイトと流星とタツキ。おお。ね。あ、タツキ君とも一緒に共同生活。スペインで。タラゴナでしてね。ねえ。はい。なんもなかったですね、タラゴナ。なかった。あ、タツキ以外みんなスペイン、あのベースは生活ベース。はい。はい、いいね、スペイン。タツキも最初スペインだったんだけどね。うん、でもやっぱり合う、自分に合う土地ってか自分に合う国に行ったらやっぱり変わりますよ。そんな別に日本食とも食べたくないですし。そうかもね、そうかもね。すごいな。そんな日本に帰ろうと思わないし。めっちゃ帰りたいって思うし、なんなら去年、流星と暮らしてたけど、俺多分一回も自炊してないんだよね、去年。全部外食だった。え、日本食屋さんってこと？歩いてさ、3、4分のところにさ、あの、ウリボーって青山さんが結構よく行く。ああ、うん。そう、日本食屋があって。じゃあ、で、流星、あれなんだよね、ジムが歩いて10分ぐらいなんだよね。そうです、結構遠いんですよね。そう。で、その帰り道にちょっと行くとあるのよ。だからなんかもう流れ、うん、そのまま、とりあえずまあ今日も行こうみたいな。そう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 。じゃあもう仲良くなったもんね、ちゃんと。仲良くなった。ご飯だっておかわり無料にしてくれてたもんね。自炊大変ですよね。自炊は大変、本当に嫌い。特になんだろう、結婚してるからさ、こう、日本でも料理しないのよ。奥さんが全部やってくれるから。もうだからもう全く作る気起きなかった、去年なんて。わかりますね。俺も奥さん連れてってからさ、連れてって、はい、子供もいたから、確かに自炊ばっかしてたイメージだけど、全部俺じゃなかった。全部嫁が作ってるんだけど。そうなんですよね。え、誰かこう、あ、まあ、たつきはそうか、向こうに今彼女と暮らしてじゃん。そうですね、うんうん。だから俺もう作んないです。最初の年は作ってましたけど、もう全然作んないですね。ちなみに、あの、ちょっとみんなに聞きたいんですけど、もしもみんなが彼女いるとして、サーキットに連れてきてもいいと言う、いいと思うか、それとも、サーキットには連れてきたくないか。絶対嫌だ。俺も嫌だから。絶対嫌だ。絶対嫌だ。なるべくは連れてきたくないかな。え、みんなやっぱりアメリカ人、欧米人はさ、本当に常に一緒にいたいっていう人間が割と多いからさ、割とピットにいる彼女も多いよね、欧米人はね。アメリカ、そうですね、ヨーロッパ。マルティンなんか、はい、オフィス内でチュッチュッチュッチュしてますよ。もうなんか、そのまま追っ始めるんじゃないかなぐらいな勢いでイチャイチャしてますよ。なるほど。え、タツキは俺、うん、まあ、どの道彼女、今の彼女、今、彼女がチームスタッフなんで。来ない、まあ、来ないレースもありますけど、来る方が多いかな。そっかそっか、うん。まあ、確かに。彼女っていう前提だったら来てもいいかもな、俺も。子供がいたら絶対嫌だ。面倒が見れない。子供連れで一緒に来たら嫌ですよね、さすがに。面倒が見れなくなっちゃう。でスクラッチのとかすごいですよね、だって。ああ、でまあ、ピットまでいるじゃないですか。モーターホームあるしさ。まあ確かに。居場所がまだああやってなら、MotoGP ライダーだし、あればいいけど、あんまし居場所ないと辛いよね。う
じゃあ、最後の質問いきましょうよ。そうだね。何の曲を聴きますかみたいな。ああ、それでいこうか。じゃあ、それで締めましょう。集中力を保つために行っていることはありますか？またレース直前に聴いている音楽があれば教えてください。はい。どうしようかな。集中力を保つために行っていることっていうのは何か逆にある人いる？これ。たつきだけだ。何やってるんですか？ゲームやってます。ゲーム？レース前じゃないですよ。レース前じゃないですよ、さすがに。ああ、そういうことね。集中力を保つためのトレーニングとしてゲームやってます。そういうことね。何のゲームやってるの？シューティングゲームです。PUBG。いや、じゃないです。一番メジャーで言うと、コールドオブデューティーですかね。ああ、そっちか。それは多分みんなっていうか、アユムが変態的にやってるかな。ですけど。まあ、でも、あれやり始めてからちょっと変わりましたよ。カイトなんて専用のあれ買ったからね。カチカチスマホにでつけるやつ。俺はスマホで、本当にパソコンでやるんで。あ、ガチ勢だ。ガチ勢。すごいな。ゲームと。じゃあ、音楽は、じゃあこれは、ゆうきからいこうか。自分ですか？でも、この間カタールで、うん、なんか愛が結構、なんていうんですか、ポップな、なんかヒップホップの曲聴いてハマっちゃったんですよ。うん、何の曲？なんだっけ、ゆうきは、なんか俺がエミネムを流してたら、エミネムにハマってました。影響されちゃったんだ。はい。で、なんか結構聴いてると上がってくるんじゃないですか、なんか。それ聴いてますね。上げていくタイプだ。そうです。いや、これ、この間、加賀山さん話してたんですよね。音楽に。これ、またこの話しなくちゃいけないね、これ。なあ、愛、大変だよな、これ。上げ上げすぎちゃダメだって話をしたでしょ。そうなんですよ。吹っ飛んじゃいますからね。そういう見てましたよ。え、愛、愛、愛、誰が吹っ飛んじゃうの、はい、誰が吹っ飛んじゃうのユッキーが吹っ飛んじゃいます。そういうことね。そういうこと。ユッキー、1コーナーで吹っ飛んじゃうからね、これ。まあ、っていう話をこの間してたんですよ。上げ上げだと吹っ飛ぶんじゃないかっていう話をしてたので、もう結構上げ上げなんだね。じゃあ次は、流星か。自分は、なんだろう。その日の気分によって変わるんですけど、うん。まあ洋楽、邦楽、どっちも聴きますね。特にこの人とかある。なんだろう。たまに湘南の風とか。たまにかい。でも結構しょ、まあそうだな、たまに湘南の風とかですね。たまに湘南の風って何なんだよ。よく聞くって、よく聞くって聞いてるのに。なんでたまになの？なんか、なんだろう。でも、まあじゃあよく聞きますね、たぶん。あと、逆にレースウィークのルーティーンの曲ってのはないわけね。ルーティーンの曲はないですね。へ、え、ぇー。そうですね。まあ、愛はこの間聞いたからね。そうですね。いいとして、歩夢はルーティーンないですね。なんか歌聞くときもあるし、聞かないときもあるし、うん、みたいな。うん、もうほんと自分がどういう、なんか、ムードにいるかによって、聞く歌も、聞くときも歌が違うかな、うん。なんかもうノリノリのときは、そういうちょっとアゲアゲの歌聞くときもあるし、うん、なんか、予選ダメで、なんか、決勝、もう、頑張るぜって時は、逆にアゲアゲじゃなくて、なんかちょっと、なんていうの、ちょっと落ち着いてる曲聴いたりとか、よくわかんないです。もう時によって違うみたいな。特にこの人とかはない。ない。でも洋楽、ほとんどもう洋楽ばっかだ。うん。カイトは？うん、自分もそんな。洋楽ばっかだよね、確かに。まあ洋楽ばっかですし、なんか、聴くときと聴かないときもあるんで、バラバラですね。わかる。たつきは？僕、テクノです。テクノだ。テクノ。珍しいね。聞きます。
テクノを聞くって珍しいの、クラブとかじゃなくて。あんまあの言葉っていうか、あんまそれとっていらないんで、歌詞とかは。音とかリズムの方で。結構みんなはレース前、グリッド上で音楽とか聞きますか？聞かないかな。聞かない、聞かないです。あ、みんな聞かないですね。カイト聞いてるよね。うん、たまに聞いてる。まあみんな、でも みんなにね、あの本当にテンション上げるのに聞くのに、あのロッキーだけは気をつけようっていうのを言うときよ。はい、ロッキー気をつけます。ロッキーだけ聞いて、筑波の1コーナーね、スタートと同時にハイサイド危険があるんで20秒後に僕ぐらいぶっ飛んでたから、スタート早い。ロッキーは気をつけて、テンション上がりすぎるから気をつけましょう、皆さん。はい、気をつけます。あれじゃないですか、今回唯一加賀山さんの今のが話の中で P が入らない話じゃないですか。はい、ロッキー、別にロッキーのテーマはね、怒られないしね、俺には関係ないしね確かに。いやいやいや、もうあっという間に2時間近く経っちゃいましたね。ちょっと疲れてきたよ、さすがに哲さん。そうですね。そうですね。さすがに。だから哲さん、ちょっとあの、まとめの今週のその2本、これ2本ぐらいにするのか3本にするのかわかんないけど、ちょっとそうですね。まとめに入って。はい。まあ、とりあえず皆さん長い間、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあね、イタリアからもたつきが駆けつけてくれて、日本でみんなで、こうやってできるってなかなか、すごいことだとは思うんだけども、本当にありがとうございます。加賀山さんもすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。まあ、なかなか元スリーライダーと話す機会なんてね、ないと思うんで、いろいろ聞けましたか、加賀山さん的に。はい、皆さんの出身もね、ルートもね、みんな教えてくれたんで、すごい良かったなと。そうですね。きっと、みんなの出身チームとかもさ、みんな一生懸命応援すると思うし、はい、はい、確かにね、みんなが輝くことをみんな待ってますよ、はい、そうですね。で、一応本当にこの何ですかね、企画の趣旨がステイホームということなので、まあ皆さん、まあなるべく今トレーニングとかもね、あんまり外でできなくて大変だとは思うんですけど、まあバイクに乗ったりだとかもなかなかできなくて大変だと思うんですけど、まあ皆さんでステイホームして、こうコロナがね、一刻も早く終わるように皆さんで頑張っていきましょう。はい、はい、はい、皆さん本当にありがとうございました。で、次回ちょっとまだわかんないですけど、まあその途中話してた元 GP のゲームだとか、まあそれこそ、まあコロナが終わればね、そのオフビデのレースだったりだとか、何か面白い企画もできるんであれば、ぜひまたご協力を仰ぐと思うので、その際はぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、モト3ライダーみんな来てくれて、まあ、何ですかね、このステイホームの時間を少しでも楽しませて、いけることができたらなと思って企画して、これでみんな集まってくれたので、まあ、ちょっと内容はね、ごめんなさい、編集とかも素人ですし、まあ、そんなに深い内容、まあ、自分的にはある程度いろいろ聞けたかなと思うんですけど、まあ、それなりに楽しんでもらえればなと思います。次の企画に関してはですね、まだ特に何も決まってはいないので、まあ、今模索中なんですけど、まあ、またこういったね、楽しい、まあ、みんながこう普段聞けないようなことを質問したりだとか、そういう人たちにこう協力を仰いで、面白いコンテンツを発信できたらなと思います。本当に皆さんね、チャンネル登録ですとか、まあ、視聴いただいて本当にありがとうございます。まあ、これからも頑張っていくので、応援の方よろしくお願いします。